てからやってみてからなんかね、ああだこうだ。でテレビ見てたらいいですけど、まあ、見るの嫌いじゃないんですよ。嫌いじゃないんですけどね、見るよりやる方が好きなんで、映像撮ってみようって、まあ、カメラから始まって、画質良くなって、なんかいいレンズ使ってどうのこうのとか、撮り方どうのこうのとかね、そういうのもわりかし好きですし、で動画はね、やっぱり敷居が高いなと思ってたんですけどね、今いろんな意味でね、大変そうだなと。やってみてからなんかね、ああだこうだ言うならいいとかね、ああこの人こんな風に最近は撮ってこういう風に編集作業してるんだろうとかね、そういうのも楽しいというか、うわ面白いし、まあそんなこんなで一度は何でもやってみなきゃいけない。でその何本か YouTube を上げて、まあ、うまくできたなとかや、こう今日は時間がなくて適当にやっちゃったなとかね、そういうのがざっくりですか、ざっくりですけど、実際やってみてやり方が分かってきて、手順が分かってくると、ちょっとね、先が見えるじゃないですか。そうするとね、途端に冷めてきちゃうというかね、その後クオリティを上げていけばキリがないんですけど、もうちょっとやりますけどね、やってみて、これが日々簡単にダイジェスト的にね、今日一日走ってきてましたけど、実は中身、大したことないんで、いいとこだけ撮ったら5分で収まりましたよとかね、まあ、音楽の1曲分に映像を収めるようなね、編集スキルまで身につけたら、まあ一旦目標達成かな。まあその辺をちょっと元ブログの執着して何しようかな、まあ、そんな感じでやろうかなっていうのが今の心境ですね。集団だな。数年前はあんな感じだったのね。もし知らずに飛行自転車のことを知らずにあれ見たら、まあいいな。話が全然あっち行ったりこっち行ったりで笑えてくるな自分でも。よいしょ。元ブログ撮ってるのを意識してるからダラ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 喋ってますけど、前あげたかな、僕ね普段ね無口です、全くと言って無口です。必要なければ一日黙っていられる人間ですからね。その人間がね何を勘違いしたのか、このね元ブログを始めてね、自分が見てる好んで見る映像の一つの、 カテゴリーとか、まあ、そこそこ綺麗な映像とかね、風景だとか、ね、自然界の音だけだとか、そういうのも好きなんですけどね、あとやね、世の中こう喋りが上手い人、上手な人いいじゃないですか、人を引きつけるような楽しいトークをする人、まあ、下ネタ系は置いといて、意外とね、関西人の喋りね、好きなんですよ。ただね、さすがにね、多少の壁はあってね、
軽めのね、軽めのおしゃべりのされる方、そういう方の、まあ、心地いいというので、まあ、同じこのブロムノリでね、動画されてる方で僕大好きなんですけどね、まあ、ある方がいまして、その方ドローンも使ってるんですけど、ね、映像も素晴らしいし、ね、結局この方の魅力ってね、映像もそうなんですけどね、おしゃべりがねしつこくない程度にしつこいというかね、別にね、ディスるっていうんですか、そういうわけじゃないですよ。本当にね程よいな、なんか路面が嫌いだ、そうしたての停止線が分かりませんね。この辺にしとくか。2人乗りのヨットだね。と昔ヨットも乗ったなぁと、また変なことつぶやいちゃうんですけど、結局何の話してたっけ。あれ、いや頭が白くなった。CB じゃん、いいね、懐かしいね CB。 まあ元ブログ見る人だったらすぐ分かりましたね、 CB って言うだけで、あの、ね、スタイルとあのカラーに、まあ、ブルーはどっちかというと2番っていうかね、まあ、やっぱり赤はポピュラーなんですけど、 CB7 半 F かな、今の僕の時代より一つ前の世代の方が乗られてたバイクなんで、もう40年もいかないか、40年くらいは、いや、もういねえぞ。ね、これ映像撮ってるじゃないですか。僕ね、法定速度上限ギリギリ心あの目処に、目安に走ってるんですけど、私抜いてくってことはですね、しかも瞬殺されたんで、ここちょっと曲がってみるか。なんで多分めちゃくちゃ速かったです。まあでもね、どうだろう、プラスやめた、今の人なんかあるといけないですね。こういうのもね、喋りたいんですけどね、全部ね映像と音声で残っちゃうとね、これはねあんまよろしくないですね。あ、ここなんかちょっと雰囲気がいいな、地形の雰囲気がちょっと好きでしたね。ここなんてもね、こんなんでもね十分好きなんですよね。田舎育ちで田舎者なんで、本当に小さい頃は、幼少期の頃はね、田んぼや畑が遊び場でしたからね。それこそカエルやドジョウやザリガニや、こっち行ってみよう。この道通ったことないかも。今日は下半島の気の向くまま、うーわ、かぐわしの匂い。まあね、こんなかぐわしの匂いも映像でも音声でも伝わらないところがね、次の新しい時代は匂い付きの動画ですかね。誰か発明してくれんかな。これは強烈ですね。今のはちょっと久しぶりに水が出てしまったな。早く鼻の中を換気したい。小さい小道にちょっとこのグロムならね、まあ、TDR が本当は一番いいんですけどね。 TDR はね、あいつね、80の通過なんでね、ちょっとね、うるさいっていうか、排ガスがね、やっぱり気になるんで、ちょっと出番が少なくなって、ただね、一人でね、買っとくにはね、このグロムなんか目じゃないですね。排気ガスだけじゃないですけどね、そういうものは減らしていった方が、ないでしょうからね。
残されたそういう昔の乗り物はその寿命が全うされるまで大事に乗っていきたいなと。最近このグロム短期長のコーストもね、125cc ね、まあ下部の延長線上のエンジン積んでますけどね、昔はねオートバイ元気に速さ命で乗ってた頃にはねめちゃくちゃ鼻でバカにしてましたねまさかね自分がこれに好んで乗る時が来るとは思ってませんでした。まあ、このオートバイにしましょうか。僕最初に乗ったのがね18歳ですね。高校卒業してすぐに車の免許を取って、でオートバイに乗りたいって両親に言ったら、まあ、猛反対ですよね。でもね、まあいろいろ状況があってどうしてもオートバイに乗りたくて、でその時にですね、私なぜオートバイに乗りたいってなったかっていうと、まあ、オートバイを好きになったきっかけが、前からね見たことないような乗り物、見たことないような乗り物が走ってきて、なんだろうなと思ったら、ロートスヨーロッパオートバイじゃないねいやそれは近所にねすごい人がいたんですけど、あの前からですね、まあ刀が走ってたの、鈴木さんのね、鈴木の刀1100だと思いますけど、あの時シルバーの、まあ当時ねめちゃくちゃ斬新なデザインでね、まあ当時は本当近未来的なデザインで、あんな乗り物が世の中にあるんだろうかと、あれ外車みたいな、でまあうつ伏せ状態で人間が飛んできたように僕ね映って、あれなんだって、なんかオートバイってああいう乗るオートバイもあるんだって、そこすごい衝撃で、で本屋さんに行ってですね立ち読みして探してたら月刊オートバイっていう雑誌を知りまして、そこからね迷子オートバイの雑誌を買うようになって、でオートバイの魅力にどっぷりハマっていたんですよ。で高校生の時はね学校の規則で高速でオートバイは免許も取れないし乗れないしっていうのがあったんで、卒業したらオートバイ乗るぞと思って、うん、なんか変な話だけど、あの貯金というかねお小遣いをね毎月貯金して、で高校卒業してまあなんとか大学生にもなれたんで、で車の免許を取ってオートバイの免許を取る前に 50cc が乗れるもんですからね、50の当時ね鈴木、そうね最初鈴木だったんだよね、鈴木のガンマの50ね、あの当時そうフレームがね鉄パイプじゃなくてねアルミの四角い細いアルミのフレームだったんですね。50の原付ですよ、シャラ臭いアルミのねフレームなんかで出してこやがってね、なんちゃってカウルかセミカウルみたいなのをつけてたけどね、僕としては衝撃的だったよね、それも50の癖しやがってみたいな。それをすぐ、小遣い、自分試した小遣いで買ってですね、中型免許を取りに行って、で中型バイクにすぐ乗り換えようと思ったんですけど、高いですもんね、まあ、まだ若いですからね、当時レースとかね、盛んな時期だったんで、8体とかね、スッカサッカとか、かっこいい通ってたんですけどね、やっぱりねレーサーレプリカ、当時そういう言葉ありましたね、バイクのボディ全部をねプラスチックとかそういう材質なもので覆っちゃってですね、風力特性を上げて、まあ街中をですね
感じでね、走るようなね、音が今でたくさん出始めてきたくらいで、で、僕欲しかったのが、ホンダのね、CBR400 だったかな、まあ、当時教習車にも導入されてましたけど、あのね、ヘッド周りのノンカードなんですけど、ヘッド周りのノンカードのスタイルに気に入ってて、まあ、それにしようか、どっちかというとツーリング、街乗りからツーリング目的の富士山も有名のにしようか、まあ、今さっき言ったように、ね、レーサーレプリカのね、もうフルカウルの、やっぱり、飛んでますよみたいな、そういう人から考えたんですね。で、カット部方のバイクはヤマハさんの FZ400R。で、その後、悩んでる時に FZR400 とかね、あとそれの特別仕様車とかね、出たんですよ。まあね、若いね、本当にね、やりたい放題やってた頃の自分はですね、もうそこにしかもう目がいかなくなっちゃったですね。で、結局ね、本田さん辞めてヤマハさんの FZR400 限定には手が届かず、まあ、鑑識クラッチ車の限定車があったんですけど、めちゃめちゃ400のくせしてめちゃめちゃ高くて手が出んくて、で、じゃあ FZ400 にしようと、結局FZ400 買ったんですけど、親に大反対されたんで、親の援助はなくてですね、まあ甘えん坊でしたからね、もう親に援助してもらえるもんだと思ったら、まあ、甘えん坊でどうしようもないかクソガキだったんですけどね。で、結局大反対があったんで、まあ、その時のエピソードまた一つのネタになるんで、いずれ話す機会があると思うんですけど、で、結局ね、自分の手持ちをね見たらね、車両が変えるか変えないかぐらいだったかな、絶対に量貯めたんですけどね。 でもね前のブログでちょっと綴ったんですけど、嫁さんにこの、ね、白いグロムを買ってやったじゃないですか。ところがですね、バイクだけやってもね、どうすんのと話ですよ。結局オートバイだけね、はいどうぞ乗ってくださいってもらっててますね。ヘルメットもない、グローブもない、ブーツもない。やっぱりその親に反対されて、さすがにね、いかんなと思って、その当時ね、大学生のクソガキなのにね、ワンピースのつなぎも着てました。しかもね、ミーハーだったんで、平レプリコをね、平忠彦さんのレプリカで、上から下まで全部揃えました。ヘルメットからね、グローブから、ブーツからつなぎから。まあ、バカじゃないの、今思うと。お前何者って感じですよね。まあ仮面ライダーとかウルトラマンとかね、わけのわからん世界ですけどね。ちょっとヘルメットかぶって変身できました。思いっきり変身できましたね。勘違いやろうですけどね。でもね、結局、何の話になってたかよく、わけわからなくなったけど、50のガンマに乗って、で、親の反対を押し切って、ずいぶん前に亡くなったんですけど、私からするとおばあさんがね可愛がってくれたんで、実際のところはねちょっと応援してくれました。まあ、いわゆる装備代の分ね。で、おかげで、まあ、その今思えばで、まあ、その私からするとおばあさんから大臣が本格的に、お、シナオちゃんだ、かわいい、うちのシナオちゃんのミニチュアシナオちゃんの
ガーナとは違います。あれが本当の砂浜。で、北半財駅前なんですね。安全運転しなくちゃならないんで、いいね。ああいうね、お子ちゃまがね、気づいてくれて気にしてくれるってことは、まあ見た目にね、それほど変じゃないっていうことですね。子供はね、純真ですからね。まあ、私の心も汚れきってないってことですわ。まあそういうことにしといてください。おお、初めて。なんかニュートラル落ちか、そういう言葉があるのかな。1速から2速に上げて、なんだ今の、2速に上げきってなかったのかな。まあいろんなことがありますね。まっすぐ行ってみます。バイクライフをね、大学4年間、3年くらいかな。3年半くらいかな。15歳免許取って、大学1年の夏だったっけ。あれ、で、大学生の後半はほぼオートバイで通ってましたね。でですね、で大学の仲間で、やっぱりね、同じクラスの仲間で、オートバイ、まあ、当時ですね、車はなんかなかなか買えないんで、大体、まあ、普段の人たちでオートバイ乗る人も結構、ね、オートバイブームもあってたくさんいて、でみんなツーリング行ったりなんかもね、したし、で、大抵ね、僕がオートバイ好きで乗ってることを皆さん、みんなしてたんで、相談しに来たりね、してくれて、みんなも、僕もそうですよ、当時乗り始めてまだ間もないんですけど、お子ちゃん、ちょっとバイク見てとかね。当時ね、何が一番面白かったかな。あのね、面白い子がいて、真面目な子なんですよ。すごい真面目な子なんですけど、何を思ったかね、オートバイ乗りたいって書いて、オートバイ買っちゃったんですよ。で、何買ったのって聞いたらね、当時ね、レースでバリバリ人気があったホンダのね、NSR っていうバイクがあったんですけど、あのね、250cc、テラカラーだったかな。買ったとか言って、意味わからんなと思って、お前、ツーストップフォーストの違い知ってんの？何それって、そういう返事が返ってきたぐらい、もう、ぶったまげたんですけど、で、何このおばちゃん、おい、頼むぞ、どうすんの、この人、マジ？ポストの違いがわからないぐらいのやつだったんで、まあ要するにね、いいバイクに乗っててもあんまりいい状態で乗れなくてですね、ある時ね、エンジンかかんねえよとか言って、で、直してよって言って、俺整備士じゃねえしと思いながら、まあ面白かったんで、見たかったし、乗ってみたかったんで、で見たらですね、バッテリーがちょっと上がりになったのかな。で、エンジンかけようとしても、動こうとするんだけど、なんとなくこれかぶっちゃってるよな、みたいな、そんな感じだったんで、押しがけあったんですよ。僕、最初50のガンマだったんで、で、その当時ね、そういう経験もしてたんで、まあ、きっとこれ被ってるから、なんとなくもうちょっと
たらかしにしといて、アクセルなんか開いただろうめとか言って、うん、なんか聞いてもわかんないですよね、本人何やってるのか自分が。なんで、ちょっとね、まあ、250度で車体が軽いのもあったんで、何回かね、ちょっと押し掛けやったら、すぐかかってですね、でその時ね、僕ね、めちゃくちゃね、うまくね、押し掛けできて、まあ、いわゆる8体のレースみたいに、こうバイクをしててね、ドーンとシートにのお尻乗っけて、クラッチつないで、アクセルちょっと上がけーので、おっとっと。でね、まあ、素晴らしくなんかいいスタート、レースのスタート切っちゃったみたいな、我ながらかっこいいじゃねえかって思ったんですよ。だからね、やっぱりそのスレもね、ザーカちゃんかっこいいとかね、叫んで走ってくれると追いつくかバイクに合うかって思いながら、でそのままですねしばらく乗ってましたね、うん、彼は放置状態でどうでもいいやと思ったらおお、これが遠足こいてどうする。話が長いとね、話の構成が全然あっち行ったりこっち行ったりなって、しかも全然知らない道走ってるんで、頭の中がね、疲労困憊です。